皆様こんにちは。おうちの手作りご飯は一番。ゆっくりおうちでいっぱい食べましょう。今日はプリップリの手作りのさつま揚げを2種類作ります。最後の方にはあらま簡単ふわふわの大根おろしの作り方もさつま揚げと一緒に食べると美味しいので出してあります。最後まで楽しみにご覧ください。今日はたくさん作るのでタラを 500g 用意しました。骨は取っといて、生姜はスライスしておくといいですよ。フードプロセッサーに卵白、生姜、片栗、薄力粉、お塩、お砂糖入ってます。ここに先ほどのタラを入れます。ここがポイント、粘りが出てツヤが出るまで気長に混ぜてください。量が多い場合は半分ずつやってください。半分のすり身に玉ねぎとインゲンを混ぜてお野菜のさつま揚げにしていきます。残った半分のすり身の中にごぼうのささがきを 70g 入れます。分厚めの小判型が美味しいですよ。170度から180度の油で5分ほど揚げましょう。きつね色、こんがり色が美味しいです。ごぼうのさつま揚げを揚げている間に野菜のさつま揚げも丸めておきましょう。両面の色がこんがり上がってて、中まで火が通ってる場合は風船のようにパンパンになってます。その頃がグッドサインですね。手で触れるぐらいになったら、このように半分に斜めに切ってあげると断面が見えてとっても可愛らしくなります。ここからはあっという間にふわふわの大根おろしを作るので、よく見ててくださいね。お大根をフードプロセッサーに入れて、ブーンとしていきます。できました!完成です!ほら、ふわふわでしょ?汁も身も一緒に均等に混ざってるので、無駄なく全部食べれます。すぐできるので、ぜひ試してみてくださいね。金商売もびっくり。山椒塩昆布。福島の郷土料理、ザクザク、具がいっぱいでお腹いっぱい、さつま揚げ、煮しと大根おろし、アスパラガスの梅ドレッシング、全部アップしてます。えみちゃんクッキングの検索はカタカナでお願いします。たくさんレシピ載ってますのでご覧ください。